チリでの学生運動。2006年のチリでの学生運動。学生の征服からペンイン革命とも呼ばれるは2006年の4月下旬から6月上旬にかけてチリで行われた高校生。チリでは14歳から18歳までによる学生運動。5月30日のピーク時には79万人の学生が全国各地で暴動やデモ行進を行った。の歴史で 過去30年で最大の学生運動となり、同年3月に発足したばかりのミシェル・バチェレ、政権にとって最初の極危機となった。学生たちの短期的な要求は、バス料金を再び無料化すること及び、大学共通入学試験、数の無料化であった。また、長期的な点での要求としては、教育基本法、ロースの廃止、女性による私立教育の廃止、 全日制システム、ジェックの改革、全学生に対する質の高い教育の提供であった。6月1日、バチェレ大統領はテレビで全国民に向けて演説を行い、学生たちの要求の大部分を満たす複数の新たな教育政策を発表した。6月7日には73人で構成される大統領の諮問委員会を設置し、バチェレはこの委員会で、 学生たちの長期的要求について議論することを約束した。この委員会の73人のメンバーには6人の高校生が含まれている。学生たちは当初、この委員会への参加がためらわれたが、6月9日の集会でこの招聘を受け入れるとともに、ストライキや学校の選挙を終了するよう呼びかけた。8月23日、およそ2000人の学生が、 首都サンティアゴでチレ他数都市で改革の実行の遅さに抗議するデモ行進を行った。この行進は一部の集団が平和的なデモから外れてしまい、最終的には警察に向けて投石を行うようになってしまった。警察は催涙ガスと放水銃で応戦し、200人以上が逮捕されるとともに十数人が負傷した。チリの教育基本法。 ロースは1990年3月7日に交付され、アウグストピノチェと大統領の16年半にわたる独裁政権最終日の前日に当たる同年3月10日に施行された。この法律は学生及び教師から国評されるとともに、同様に与党連合、コンセルタシオンデモクラシアからも批判されていたが、民主主義回復後も大部分が修正されずに残っていた。 ロース批判派は、この法律によって、国による教育への関与を単なる調整や、保護の役割に止めてしまっていると指摘していた。この法律では同時に、教育についての責任を民間企業や公営企業に異常を売ることを可能にし、また、公立学校は、国ではなく、地方自治体によって運営されることとなった。その結果、学生、保護者、教職員たちが、 それまで楽しんでいた学校というものへの関与が削減されてまった。1990年代、コンセルタシオンデモクラシアが掲げた主な目標の一つに、いわゆる教育改革があった。この改革の柱の一つに、エドゥアルド・フレイ政権下で推進した全日制システム、ジェックガル。この計画は、高校生が実際に教室で学ぶ時間を増やそうとするものだった。 しかし、多くの場合は、新たな教室の数や必要な設備は増やされなかった。多くの人は、政府上層部が、高教育に多くを費やしたものの、教育の質は危惧すべきレベルに落ち込んだと、考えるようになった。研究によれば、ジェックは、やはり正しく実行されず、また望ましい結果を得ることもなかったとされている。さらに2000年以降、 新たなニーズとして交通機関のスクールパスや新大学入試というテーマが浮かび上がってきた。いくつかの分野で多くの前進が見られたものの学生たちが求めていた分野については2006年の段階まで未解決のまま残されてしまっていた。2006年4月24日、数の費用を2万8千チリペソに値上げすることが発表された。さらに、 学生交通パス、パセエスカラーによるバス運賃割引を1日2回を上限にするという新たな制限の導入はさされた。この結果、サンティアゴのいくつかの学校ではデモ活動が実施され、学生たちはサンティアゴのメインストリートであるアラメダ通りで交通パス、バス運賃、大学入試への助成を訴えた。このデモ活動は一部が 暴力行為に発展したところで終わりを迎えた。4月26日には47人の高校生が警察に逮捕されている。その数日後、新たなデモ活動が許可なしに行われた。教育省が一部の要求に応じたにもかかわらず、学生たちは満足できないままであった。メーデーでは、サンティアゴの高校生たちが繁華街に近い。 アルマグロ公園で大規模デモに参加した。ここでも暴力行為が勃発し、サンティアゴをはじめチリ全土で1024人が警察に逮捕された。これらの暴力行為は政府や世論から非難されることとなった。3週間にわたる抗議活動を経ても学生たちの要求に対する進展はわずかなものであった。むしろ彼らの戦いに対する世間の共感という点で、 暴力行為が逆効果を与えてしまっていた。転機となったのは、地理でも名門校として知られると、リセオでアプリカチオンで、学生たちが5月19日の夜に学校を選挙し、教育改革の改善を求めたものであった。この要求には、1982年に導入された、教育行政の基礎自治体への移管というシステムの終了、ロースの廃止、 そして5月21日に行われるミシェル・バチェレ大統領の一般教書においてはっきりと戦することが盛り込まれていた。しかし、バチェレ大統領は間接的に学生たちの要求に触れるだけに止まり、むしろ学生たちの暴力行為を非難することに焦点を合わせる内容となった。この政府の反応はデモ活動の継続を求めていた学生たちのリーダーらを満足させるものではなかった。 しかし、インスティートートナスヨナルの学生たちは、授業のストライキと引き換えに、学校の選挙を埋めることを決めた。このストライキは、教師、保護者、学校管理者からも支持されていた。一方で、いくつかの公立高校では、選挙が続けられ、また未遂に終わった学校もあった。衝突などもなく一見して、平和な状況であったが、選挙した学生たちは、 政府やマーティン・ジリッチ教育長官からは受け入れられず学生たちの動員が続く限り交渉のテーブルには戻らないと明言出たまま交渉は終わってしまった。しかしながら対話を拒否する政府側の戦術はこうをそうしなかった。4月24日に抗議活動が始まって以降5月23日の段階でバチェレ大統領の母校を含む14の学校が学生たちに 選挙されているか、ストイキが行われている状況にあった。その夜、サンティアゴ中心部の11の学校が学生たちによって選挙された。学生たちは連立与党の会員や教師会その他各種協会から政治的なサポートを受け、ジリッチ教育長官は難しい立場に立たされることとなった。ジリッチ教育長官は最終的に 騒動の発生している学校のすべての代表者と新たな交渉の場を設けることを求め、翌週月曜の5月29日に設定された。しかしその日のうちに学生たちが立てこもる学校は、イキケ、バルパライソ、ランカグア、コンセプシオンなど全国各地で増えていった。5月26日になると状況はさらに拡大し、サンティアゴのマイプーク、サンミゲルク、ラスコンデスク、 プダウェルクイア、プエンテアルトの学生たちが平和的なデモ行進を行ったほか、私立学校らがこの催しを指示した。全国で100校に達する学校から10万人の学生が大規模デモに参加した。高校生調整会議、ACES は5月30日に全国ストライキを行うことを呼びかけ、地理大学学生連合、ヘッチや全国教員組合からも指示を受けた。 こうした動きにつれて、世論はだんだんと政府や政府の危機対応に対して批判的になった。これにより、バチェレ大統領はいかなる例外もない議題で対話を再設定せざるを得なくなったが、この新たな対応は決して矛盾も失敗も意味するものではないと重ねて断言した。これは話をし話を聞くためにテーブルにつく決定をしたものだ。そこには、 我々が同意できるものがあるだろうし、そうでないものもあるだろう。全国規模のストライキを回避する最後の機会は、ジリッチ教育長官が学生たちの代表者に呼びかけて行われた会合だった。しかし、この会合は、ジリッチ教育長官自らが行ったものではなく、ピラーロマグエラ副長官が取り行うというもので、学生たちはその状況を拒否した。さらに、 この交渉に選ばれた会場はおよそ100人に上る学生の代表団を受け入れる規模ではなく学生たちは一箇所に集めて交渉しなければ交渉継続を拒否すると態度を硬下させてしまった政府は交渉の継続に自信を示し今回の会合が失敗であったという見解を否定するとともに小さな前進が得られたと主張した会合が決裂した後 ACES は 組織を6つの地方部門に再編成するとともに、与党コンセルタシオンデモクラシアと野党地理のための同盟の両方の上院議員との会合を行った。広い範囲にわたって、この運動へのサポートが浸透する兆候が、政界諸派にも広まっていた。ACES によれば、5月30日の時点で250以上の学校が機能停止状態にあった。この日は、 平和的なデモを行うよう多くの声が上がっていたにも、かかわらず、様々な暴力的行動があった日として位置づけられている。高校生たちによるストライキの呼びかけは、チリ大学、チリカトリック大学及びサンティアゴでチレ大学の学生の関心を集めた。実際にストライキに参加した学生数は、概算で60万人から100万人とされている。同日の朝、 バチェレ大統領は内務省、財務省、教育長官などの政策チームのメンバーを大統領府呼び出した。その中でジリッチ教育長官が学生たちのリーダーら23人と直接会うため国立図書館行くことが決まった。国内の他の地域でも数多くのデモ活動が開催されていたが多くのデモ活動が警察によって解散させられていた。 サンティアゴのライチオでアプラコスヨンやチリ大学本校の周辺といったマイプーク、プエンテアルト、ラフロリダグなどで大規模な活動が展開された。この時、国立図書館の外で会談の結果を待っていた人々に向けて警察が催涙弾を撃ったことにより、広くから避難を受けることとなった。警察が学生やバスや個人宅にいた見物人をも逮捕する映像が報道によって、 流された。また報道関係者も警察の特殊部隊の対象となってしまった。警察と学生たちとの攻防は夜を徹して続き、725人が逮捕され26人が負傷した。警察の対応は世論に大きな不快感を与えた。報道機関や大統領本人からも警察に対する強い反応が示された。また、当初は警察を支持していた。 地方政府やサルディバル内相も調査の開始と特殊部隊の隊長と副隊長を含む10人の解雇を行う要警察幹部に対して厳しい非難を展開した。その後のデモ活動はテムコやバルパライソなどで行われそのほとんどが平和的に終わった。しかし5月31日にサンティアゴのプラザイタリアでは暴動が発生し54人の逮捕者を出した。 2006年5月31日水曜日、ACES のメンバーは、長官からの提案を検討するためにインスティトゥト、ナショナルに集合した。ジリッチ教育長官の提案は、人口のうち収入の少ない3分の1の層の大学共通入学試験料を免除するというものだった。学生代表数百人が数時間議論した結果、会議の議長は提案の拒絶を宣言し、 大学生、教師、労働者の一部を合わせて、月曜から全国ゼネラルストライキをすることを行うと宣言した。ジリッチ教育長官は、サンティアゴの古い教会でこれたドミニカで、再び学生たちと会った。しかし7時間の交渉の末、学生らは長官の提案を却下して、ゼネストを続けることを宣言した。ジリッチ教育長官は、 そのような脅迫的なやり方を続ける限りは、交渉には応じられないと発言した。6月1日の晩、バチェレ大統領は国民に向けて再び演説し、教育改革に関する最終的な提案を告知した。一方で、バチェレ大統領は、すべての学生に交通無料パスを支給するには、経費が、都市1660億ペソ、約3億米ドルもかかり、 不可能であると説明した。さらに、その経費は貧しい人の住宅3万3000件分、健康保険料の全額、最新設備が整った病院17に等しいと説明した。一方、決定した政策により、25%の家庭が利益を受けるだろうとも発表していい。翌日、経済長官から、この政策に要する経費が2006年には6000万ドル。 2007年には1億3800万ドルになると発表された。学生たちは6月2日、この提案について話し合うために教育省に集まった。8時間以上に及ぶ打ち合わせの後、高校生調整会議 ACES は自立地教育長官と面談した。面談の終わりは午後10時であり、その後に自立地教育長官は学生との話し合いは、 合意に至らなかったと発表し、後に学生代表もそれを認め、6月5日の全国ストライキを実現するため、インターナドナスヨナルボロスアラナ校で別の会議を行うと発表された。2006年6月3日、高校生調整会議は、インターナドナスヨナルボロスアラナ校で打ち合わせを行った。しかし、会議では強硬派と妥協派の対立が起こった。この後、 議長のセサル・バレンスエラは辞任を表明した。ただし理由は病気の母の看病。この頃から様々な憶測。例えば、サンティアゴやの伝統校のいくつかが自立地、教育長官と個別に断しているであるとか、強硬派の地理共産党のスポークスマンであるマリア、サンウェイサが辞めさせられた、などが広がっていった。高校生調整会議はこれらの噂話を否定し、 運動を弱めるための政府の策略であるとの見解を発表した。100以上のグループが6月5ヶ月用のストライキを支持し、左翼団体、FPMR の呼びかけによる抗議デモにも参加する旨を表明した。ただし、学校内での平和的活動をすべきだという学生リーダーも少なくなかった。FPMR の誘いに関しては政府の拒絶反応が強く、 政府事務局長のは、避難すべきことである、リプデューブルと、ことしている。それに対して、学生らは、FPMR が、自身の考えでデモをするのは自由であるが、その責任はすべて彼らが取るべきであるとの見解を、表明した。結局そのストライキは、予定通り月曜日に実施され、高校生に加えて、大学生、高校教師、トラック運転手、 労働者の組合も協力した。午前中は、プラサイタリアの付近での無許可のデモ行進や、タイヤが2箇所ほどで放火されるなど、若干の小り合いがあったものの、概ね平静に進められた。活動内容は、国内の場所によって差が見られた。プンタアレーナスでは、活動がほとんどなかったが、ビオビオ州では140以上、イキケでは58。 ホイアイ家では旧の組織が学生らに占拠された。イースター島には高校が一つしかなかったが、そこでも実施された。平和的デモ行進は、オソルの、プエルトモント、ラ、セレーナ、バルパライソなどで1万2000人が参加して行われた。サンティアゴでは占拠された学校の大部分で、校内で文化的に抗議活動が行われた。最も大規模な活動をしたのは、 インスティトゥートナショナルとチリ大学メインキャンパス付近のものだ。しかし午後になると次第に暴力沙汰が多くなりチリ警察が動員される騒ぎとなった。その後に警察は催涙ガスや放水でインスティトゥートナショナルに攻撃を仕掛けた。それは学生センター長のヘルマン・ウェストホフに言わせれば警察による挑発行為だった。この日 この騒ぎで240人が拘留された。6月6日、学生集会は内政担当長官宛てに手紙を書き、6月1日にバチェレ大統領が提案した大統領諮問委員会について詳しい議論をしたいと申し入れた。その委員会は学生、教師、学校管理者、教育の専門家、その他を含み、その半数が学生でなければならないとも要求された。 しかし、政府はそれを決めるのは、大統領の権限であるとして、学生側の要求を蹴った。6月7日、大統領は73人のメンバーを発表した。そのうち、高校生の席は6つだった。チリの大手紙は6月7日、サンティアゴで50の学校、全国で175の学校がストライキを終了し、平常状態に戻った。別の新聞によれば、 ストライキを終了した学校は約500であった。6月9日、学生集会は委員会に出席し、ストライキと学校占領を中止することに合意した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。